提出者より提案理由の説明を求めます。提出者菅野博樹君。はい、5番。双葉町長の不信任決議、 本議会は双葉町町長井戸川勝孝君を信任しない、以上決議する。平成24年6月21日双葉町議会、理由、昨年3月11日の東日本大震災および並びに福島第一原発事故の災害以降、町民に対する避難地の決定や義援金辞退問題、町の復旧復興など早急に対応しなければならないものなど総合的に判断し、3月定例議会で発議した6月末までの役場機能移転についても、一般質問でも具体的な内容の答弁がない。多くの町民の声を聞くと、公の場で言っているが、町民の話を聞くこともなく、非常に稚拙で拙速であり、住民不在の対応であると言わざるを得ないと思われ、そのすべての責任は、双葉町長、井戸川勝孝君にあることが認められるため、不信任とする。ただいまの理由をお聞きしますと、私にとっては大変承服しがたいことであります。この中にあります一般質問でも具体的な内容の答弁でない、これはいつの議会でしょうか。それから非常に稚拙で拙速であり、住民不在の対応であると言わざるを得ないと思われ、その責任はと言われておりますが、もっと詳しい資料等を求めたいと思います。私は一生懸命、調整進展並びに町民の皆さんのために頑張ってきております。このような不名誉なことを言われることはないと思って考えております。従いまして、この決議案については、私は承服しがたいことをここに申し上げたいと思います。私は今の不信任決議についてですね、まず皆さんこのつらい避難時期、今の時期にやられるのかと、あと今の理由ですね、その理由については、私個人的にはもう不信任に当たらないと判断させていただきたいと思いますので、反対いたします。この議案に対して総合的に考えて、昨年の6月以降この議案に賛成したいと思います。私は昨日の一般質問の中で、年度内に戻ることが明らかになりましたので、一定の理解をいたします。一日も早く実現をして、町と議会が一つになって復興計画を早期に作らなければいけないというふうに私は思いますので、この決議案には反対いたします。本決議案の通り決定することに賛成の方は起立願います。起立者5人。ただいまの起立者は4分の3に達しません。よって町長井戸川勝孝君信任の決議は否決されました。以上をもちまして本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。